人狼なんて相手にならないわね。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。どっちでもいいか、実況者ビーズです。脱獄後後人狼側グリーンビレッジやっていきます。とりあえず戦法変えよう。いつもワンパターンの戦法やから、ちょっと別の場所で敵をちょっと市民を撃破していこうかなと思います。さあ、上の部屋に足止めトラップ置いたけど、入ったけど引っかかってないな。上から来たか。まあ、とりあえずドア前にトラップ置いて入って、そのまま人狼棒でボンボンボーンとやってちょっと待って、ちょっと待ってなんかスムーズじゃないよな。次はこのレイヤーって名前のやつ狙おうか。マジックライトレイヤー。あのレイヤースにさ、モコナっていうあのマスコットキャラみたいなのが出てくんねんけどさ、それがめっちゃ可愛いね。はい、ワン、はい、ツー、はい、スリー、フォー、オッケー。マジックナイト、レイヤース、撃破なり。ダニ殺す薬は、ダニアース。ブラジルのサッカー選手は、ネイマール。そして僕のボケが、止まらない。もうしょうもないこと言うてるからさ。金庫も開けられるし、こいつレーザー刀持っとるやんけ。だと攻撃誘ってんねんけどな、攻撃誘ってんねんけど、こいつ全然攻撃してこへん。何コイン取ろうとしてんの。おい、こら待て。48ファンマコ、48、最近 AKB48 見えひんな。あれか、あの YouTuber の48の方か。あのさ、あのマッチングした時にこの名前を見て僕が言おうかなと思ってたことがあんねんけど、あの四十八手で